JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのたまこです。最近瞑想夕品、カタカナで瞑想、英語表記でミニソーという雑貨を販売するチェーン店が話題になっています。海外で多くの外国人が集まる観光地やショッピングモールなどに行くとよく目にするようです。日本には都心を中心に現在5店舗ほどあります。日本品質を売りにした若者に人気の雑貨やインテリアを扱っており、日本の100円ショップダイソーのビジネスモデルをもとに無印良品に似た雰囲気のおしゃれな要素を加え、ユニクロのロゴや店舗デザインを模倣した印象のお店です。2013年秋、日本で株式会社瞑想夕品産業が設立登記され、瞑想1号店が中国広州市にオープンしました。設立当初は店内の至るところに 100% 日本品質といった掲示があり、商品が日本産であることや店が日本由来であることを前面に出したマーケティングを展開していました。ホームページでは、瞑想夕品は日本デザイナーブランドであり東京で設立と表記していたのです。ただ商品のタグに渋谷区神社前と実在しない住所が表示されていたり、商品名や商品説明の日本語文章がおかしいと揶揄されたりしました。現在は本社が東京都中央区銀座に置かれており、おかしな日本語表記もなくなっています。実際店の看板やロゴは遠くから見ると日本の無印良品やユニクロと見間違うほどです。英語表記のミニソーは日本のダイソーのミニ版のような印象を与えます。さらに商品には最初は怪しかったものの、今では完璧な日本語の説明付きです。しかし実質的な創業者で法人の代表は中国人の起業家です。共同創業者兼デザイナーとして三宅淳也という日本人の名前が出てくるので日本企業のような気になりますが、実質的な経営や資本は中国にある歴史とした中国企業なのです。商品を見てみると、無印良品に似たオリジナルパッケージにはデザインドバイジャパンと記されています。店内の至るところに From Japan to the World とコピーを掲げています。しかし実際に扱っている商品の8割から9割は中国製、残りの 1、2割はグローバルに仕入れていますが、食品、飲料がほとんどで、日本のものはほとんどないようです。東京で登記されていること、日本人がチーフデザイナーでデザインしたということを前面に出し、From Japan とアピールしています。こういった事情により、瞑想を日本企業だと勘違いする人は少なくありません。ただ、2017年4月に北朝鮮第1号店が開設されたときは、国連の調査を受けるという騒ぎになりました。というのも、日本は北朝鮮との輸出入を全面禁止しているからです。国連安全保障理事会の対北朝鮮決議に基づく制裁決議に抵触する恐れがあるとされました。最終的に北朝鮮で販売されている製品は日本製ではなく、北朝鮮の平壌店を含め海外のフランチャイズ展開は中国の事務所で担当していると主張して事なきを得ました。その後、本社のホームページからは日本の本社とする住所が消え、平壌店の商品は異なる名称に変わりましたが、日本ブランドが裏目に出たことを感じさせるような出来事でした。このように日本ブランドを巧みに模倣した中国ブランドである瞑想、数年前からネットユーザーにその界隈で騒がれてきています。特に日本企業だと思い込んでいた外国人からは困惑の声が寄せられています。早速その一部をご紹介します。冗談抜きで瞑想は日本ブランドだと思ってた。日本的な美しさを使って俺たちを騙してたのか。何なんだよこれ、俺はてっきり日本企業かと思ってたのに。俺は日本製だと思ってたからあの店に通ってた。中国企業だと分かった以上もう行かない。バングラデシュだと日本企業だと認識されてる。だって広告でもそう歌ってたんだから。頻繁に類似性が指摘されている。だってロゴが完全にユニクロだもの。名前はダイソーから拝借してますね。これはこの企業北朝鮮にさえ出店してるからな。創業間もない頃なんかミニソージャパンだったぞ。日本とのつながりなんてほぼないってのに。
これで僕らは中国企業だと知ることができた。ボイコットが彼らに対する正しいアンサーだろう。だけどまあ納得できる品質だし、俺は気にしない。もちろん無地の方が品質が高いし、俺も好きだよ。ユニクロはアパレル関係だから、メイソーとはマーケットが違うけどね。そんなメイソーが10月15日、ニューヨーク証券取引所に上場しました。上場に際し、証券取引委員会に提出された目論見書によると、2020年6月30日時点で、南アジアや中東、アフリカなど80以上の国・地域に4222店舗を出店しています。ダイソー、無印良品、ユニクロが展開する海外の国はそれぞれ30カ国程度なので、はるかに上を行っていることがわかります。また時価総額は60億ドル、約6300億円を超えており、上場によって調達した約6億ドルは各国での出店拡大などに充てるとしています。メイソーの勢いは凄ましいものであることがわかります。中国企業が日本企業であるかのような戦略を取るのは決して珍しいことではありません。一般的に日本企業の製品に対する信頼度はかなり高い一方、中国産の製品に対する評価はほとんどの場合、安かろう悪かろうというものです。そうしたことを意識してか、中国生まれではなくジャパンブランドを押し出したと思われます。中国企業だと分かったから、メイソーにはもう行かないというコメントからも、中国製品に対する不信感は根強いものがあるのを感じます。このように日本製品への信頼は厚いので、メイソーを日本ブランドだと信じて疑わない人の間では大人気となっていて、売り上げを伸ばしています。実際中南米では着実に店舗を拡大しており、日本企業よりもずっと早く世界市場を抑えてしまいそうな勢いで展開しています。さらに日本としては都合の悪いことに、ダイソー、無印、ユニクロの3社は中南米にほとんど進出していないため、今後メイソーがオリジナルと思われてしまう可能性もありそうです。こういったマーケット戦略に対してもコメントが寄せられています。それらを一部ご紹介しましょう。海外の反応。携帯としてはダイソーにより近いんだけど、ユニクロ式のブランディングをしている。無地やユニクロの質とは比べ物にならないが。いくらアメリカで成功を収めたとしても、自分が買うことはない。ユニクロで満足してるからね。彼らは品質的に劣ってる中国製品を日本のチェーン店のふりをして売ることで、消費者に日本製の品質だと思わせてるんだ。日本側はもうさっさと訴えるべきだと思う。中国は何だってコピーする。苦労して生み出す必要がないからな。コピーは一番簡単な手段なんだ。中国にはホンダや日本ヤマハなる企業が存在するし、ライセンスを取らずにディズニーキャラを勝手に使ってる。そしてこれは本当に最悪なことなんだが、中国では逆に被害者側が訴えられるんだ。中国は全てが日本のパクリなんだよ。新幹線だってそう。名前だけはしっかり変えてるけど。コーヒーチェーンでも同じことをやってたけど、急速な成長もきっとそのケースと同じで嘘だろうな。売上とかをごまかして米国市場に上場したんだ。だけど米国が調査の結果不正を見つけて、最終的には破産が申請された。中国でベンチャーをしたい全ての多国籍企業にとって、このことはかなり大きな教訓なんじゃないかな。トランプさんが米国企業に中国からの撤退を求めてるけど、それも当然だってこの記事を読んで思ったよ。中国は他国の技術をコピーし盗む。なのにアメリカは中国の望むままに製品を輸出している。アメリカにも悪徳で強欲な面があって、背信行為をしている国を排除できないんだ。そろそろ中国の偉大な発明の一つって主張しだすぞ。他の国が想像して中国が真似をするという流れが出来上がってるよね。中国はほとんどの製品を日本からコピーしてきたのに、それでも彼らは偉大な発明だと主張する。戦後の日本も現在のステータスを獲得するまでアメリカの製品をコピーしてたんだ。だから中国が同じことをしても驚かない。他からインスピレーションを受けるのと正確にコピーするのとでは明確な違いがあるぞ。彼らがまだ無地とユニクロを訴えていないことに驚いている。
今後も小売業で日本が中国に負けることはないさ。日本人はどうしたら客を喜ばせられるかを世界で一番よく理解している国民なんだから。最近は日本ブランドを以前ほどアピールしなくなってきているメイソー、日本ブランドがなくても基盤ができたからでしょうか。他の国が築き上げてきたものを効率よく真似して取り入れることはパクリと言われて揶揄されています。中国には確かにそれで成功を遂げる企業があります。ただ日本もアメリカなど他国を真似して成長した面があるのは事実です。したがってある程度パクリは必要かもしれませんが、本家をないがしろにされるようなやり方は気分のいいものではありません。日本を応援するコメントにはただただ救われる思いです。今後も日本人としての努力をしつつ、自分たちの養ってきたものを大事にしていきたいものです。さて、海外の反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。